はい、皆さんどうもこんにちは、菅重です。あれ、元気ないじゃないですか。今日どうしたんですか。君も顔パンパンじゃないですか。はあ、なんでこんなボヨンボヨンかと言いますと、前日登山に行ってまいりまして、絶賛疲労が来ております。反動体感中です。俺は反動というよりもなんかなんだろうね、反動か。登山の詳しい動画については後日アップしようと思いますので、ぜひご覧ください。はい、本日の話題はと言いますと、皆さん、リュウマチの原因について考えたことはありますか。もう踏み込みますね。私は発症当時はですね、リュウマチはね、原因不明の病気ですって言われていましたが、なんで私がリュウマチになったんだろう、今までの生活で悪いところがあったのだろうかっていう、もう悶々と自問自答、なんか自己嫌悪、負のスパイラルに陥っていまして、で今回はね、原因を突き止めてどうにかなるかとか、リュウマチが治るかとか、そういうわけではないんですけれども、私が思い当たるリュウマチになった原因っていうのをお話しして、で皆さんがね、どっか心の中で引っかかってたこととかがフルフルフルっとほどけるヒントになってもらえればなと思って動画を撮っております。そして今回の動画の感想や、皆さんが思うね、ご自身のリュウマチになった原因とかをみんなで共有し合えたらいいかなと思っておりますので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは本編行ってまいります。実用ね、いろいろね、原因を当時の生活に遡って考えてみたところ、10個ぐらい出てきたんですけど、自分の中で大きな要因かなと思うのを3つご紹介していきたいと思います。はい、こんなテンションね、今日はずっと朝もずっとしんどい、もういい、お熱ある、お熱測るパターンってなったと思う。なんだろうね、反動です。食欲もいつもよりはないです。いつもがありすぎるのでちょうどいいです。おいおい、まず一つ目なんですけれども、リュウマチ発症前のお仕事のね、労働環境が過酷だった。過酷でしたね。でしたか、言ってた、いろいろ。いや、聞いてる話で判断するに過酷すぎる。今思うとあの会社は一番ひどかったね。そうかな。高校卒業してもともとね、水泳をしてたので、水泳関係の仕事に就きたいなということで、福井のスイミングスクールに就職をしてですね、まあ業務内容といえばですね、水泳の指導はもちろんですけれども、フィットネスもやってた会社だったので、大人向けの水泳指導だったり、アクアビクスだったり、スタジオのレッスンの指導だったりもしたし、であとはですね、受付業務だったり事務作業もそうだし、あとプールの清掃なんかももちろんやってたし、あとは休みの日にイベントだったり大会だったりの引率をね、任されたりとかも多岐にわたり、はい、で勤務体制としては早番遅番のシフト制だったんですけども、シフト制はいいものの、なんと勤務場所が車で通勤して往復2時間の場所だったので、まあ、それもしんどさがあったので、片道50キロ、うん、そうだね、うん、往復100キロだった、はい、毎日。そうだね、朝は眠い中うとうとして運転して、帰りは10時半とかに終わって、そこから帰ると思う11時半で、もう帰りも疲れて眠いしとか、ね、朝早いしな、遅番からの早番だったらもう睡眠時間も限られてるし、よくまあ寝坊はしてました。で、車のサイドミラーもよく落としとったな、ぶつかって俺サイドミラーなくなっとるねみたいな話したら、この前電柱にぶつかったんだみたいな。よくじゃないよ、1回だけ。2回はあったね。ないです。まあ過酷でしたね、体力的にもいろいろ精神的にも。まあ若かったからできたっていうのもあるけど、まあ、水泳が好きだったからやってたけども、まあ、水泳以外の業務に関してもいろいろ負担が大きくて、これはね、結婚と同時にお辞めさせていただくことにしました。うまいこと辞めれたね。寿退社という理由をつけて、うまいこと。はい、お世話になりました。ありがとうございました。でこの仕事はリュウマチ発症の2年前ぐらいまでやってたかな。それが一つ目の原因、考えられる、考えられる要因、体を酷使していました、うん、はい、2つ目の要因は生活環境の変化がありました。さっき言ったスイミングの仕事辞めて、まあ、しばらくは結婚準備で実家にいたんだけど、で結婚すると決まって、で当時りょうくんが働いてた大阪にね、住むようになったんだけど、まあ慣れない環境
都会暮らしは初めてだったし、憧れのもう同棲生活だったけども、6年越しの遠距離6年越しの同棲生活もいろいろ、なんだろう、大変というか理想と現実の違いもあったりとか、もしかしたら精神的に負担がかかっていたのかもしれないですね。3つ目の要因としては副流煙があったのではなかろうか。当時ね、もちろん喫煙者でしたね、うん、若かりし子24歳までしておりましたんで、まあ、結婚して一緒には暮らしたけど、結婚式はその1年後にしようっていうことで、結婚式の準備でなんか仕事には就かないでおこうと思って専業主婦をさせてもらっててね、休みの日とかも暇だねっていうことで、当時りょうくんがハマってたスロットに一緒についていくようになって、最初はなんか金魚の糞みたいにくっついてどうするって一緒に行くんやったら一緒に行くみたいな軽いノリから始めて、休み行くって言うし一人で家にいるのもなんか平日と変わらないし、じゃあと思って行くって、よくあるダメなカップル典型的だね。おい、ついてくるんかどうするんやみたいなね。って言ったらもうそのね、パチンコ屋さんといえばもうみんな喫煙者ばかりなので、うん、もう副流煙隣に座ったお兄さんがもうふわーっとあの吹かしてくるとか、お店に入るだけでも匂いつくもんね、まあ、当時はパチンコ屋さんの中でもスパ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 みんなタバコ吸ってたんで、副流煙吸いまくりでしたもんね。でした、はい、それが大きな理由なのかなと思って、他にはまあ、気にしすぎる性格もあるし、あとは完璧主義で頑張り屋さんっていうのもあるし、人間関係も気を使いすぎとかもあるかもしれないし、あとは食生活だったり、あと専業主婦時代に友達とスノボ行きすぎだったとかもあるし、まあ、そういう運命宿命だったっていうのもあるかもしれない。もしかしたらいろんなことが重なって条件が合ってしまったのか、わからないですけれどもね、大きな要因のね、水泳の仕事をしなければよかったのかとか、まあ、結婚して一緒に住まなければよかったのかとか、一緒に趣味の共有でパチンコ屋さんについていかない方がよかったのかとか、いろいろあるんですけれども、逆にでもそれをしなかったとしてもルーマチになっていたかもしれないし、それは誰にもわからないです。だからといってりょうくんが悪いわけじゃないんだよ。結婚しなきゃよかった、そんなことない。今は助けられてる、いろいろと。だからりょうくんがいてくれていいんだよ。何の寸劇寸劇やりたい仕事をやったとか、好きな人と結婚したとか、そういう自分の選択を間違いだとは思わなくって、リュウマチになったことで何かきっといいことがあるんじゃないかなと今は思ってます。前回ね、リュウマチになってよかったっていう動画も上げておりましてね、そこで話した通りではあるんですけれども、うん、何かしらの意味があって私のところにリュウマチくんがふらーっと来てくれたと思うので、これからはその意味を見出せるように生活していきたいなと思っております。はい、なので皆さんも病気になってしまった自分を責めずに、何か心の突っかかりを乗り越えるきっかけにこの動画がなればいいかなと思っております。はい、今回の動画は以上になります。どうでしたかね。3分の2俺原因ってことは、そう主な考えられる原因、3分の2は俺のせいです。そんなことないです。介護します、一生かけて。ありがとうございます。はい、リュウマチのおかげで仲良くなってるのっていうのもあると思うので、そうだね、夫婦仲いいと思います。協力し合って、はい、理解をし合い、はい、楽しい人生を歩んでいきましょうと、しょう、はい、いうことです。はい、この他にもね、リュウマチに関する動画を過去にたくさん上げております。気になった方はぜひチャンネル登録もしていただいて、概要欄からもおすすめ動画をご覧ください。はい、はい、コメントや高評価もお待ちしております。じゃあ今回はこれにて終了。閉店ガラガラ、こんな雲が抜けた途端、こんな日が愛情してる、見て